何かというと、AI と人間の区別というか、AI 純粋 100% オーガニックなのか、そうじゃないのかみたいな、そんな感じの議論になると思うんですよ。脳が AI になったらうちら勝ち目なくないですか？例えば最近よく飛脚の話をするんですよ、はい、江戸時代には飛脚という人たちが文章とか物を高速で運んでたんですけど、はい、鉄道とか自動車が明治時代になって出てきて勝てないわけじゃないですか絶対。で、飛脚は必ずそういうわけです。俺たちの仕事がなくなるじゃないか、どうしてくれるんだみたいなことを言うわけですよ、神谷さんみたいに。だけど逆立ちしたって勝てるわけないんだから、さっさと鉄道とか自動車調達して運送会社作りゃいいんだよねっていう。運送そのものがなくなるわけじゃないので、運送は自分の足で運ぶってことがなくなるだけであって、自分が足が速いことがサンクコストみたいになっちゃってて、俺は足が速かったのにどうしてくれんだみたいな。だからあなたが今言ったのは、人間と頭いいのに人間より頭いいやつ出てきたら人間いらないじゃないかっていうのと同じなんですよ、うん、でもそうじゃなくて、これは俺たちの能力をブーストさせる魔法の道具だと思ったら、おすごいいいことが起こるよねっていう。だからこれ僕チャンスだなと思って、足が遅いやつでも運送会社できるようになったわけですよ、鉄道とか自動車の発明によってね。いや同じで、これバカなやつが頭良くなれるんですよ。頭が悪かったやつにはチャンスなんですよこれ、うん、入学試験とか司法試験とかってこの生成 AI 使ったら合格できるんですよ。それぐらいのレベルになってるんですよ、うん、なんかの形でそれをもう接続しとけば誰だって合格できるわけですよ。でそれはチートだとかっていうやついるんだけど、何がチートだよと。だって同じ能力を AI を援用することによってできるようになるわけだから、これは自分の身体拡張と一緒ですよ、うん、その目が悪い人がメガネかけてと何が違うんですかみたいな。だからマトリックスですよ。だからある人にとっては AI との自分の融合が自分成分は 3% ぐらいしかない人とか当然出てきますよね。だけどじゃあ前にいる人が本当に AI の援用なしに喋ってんですかっていうことが分からなくなりますよ。スマートイヤホンここに入れといてリアルタイムで喋る言葉を教えてくれりゃいいわけだから。イーロンマスクがニューラリンクって会社やってて、はい、思っただけでカーソル動かせたり入力できたりできるようになってですよね、うん、その脳に差し込むんですけど、それをちゃんと人でも実験し始めてて、僕最初自動車運転教習所で習う時ってめちゃくちゃ意識しながら動かしてるじゃないですか、うん、だけど慣れてきたらほぼ無意識に自動車を自分の体のように認識せずに動かしてると思うんですよ、うん、これって接続されてないけどワイヤードされてないけど自分の体の一部として認めているっていうのがあって、これが人間の脳の柔軟性なのかなと思っていて、って考えるとワイヤードである必要ないんじゃないか説、うん、最初は意識して練習しないといけないんだけども、うん、だんだん無意識になって、まあ、小脳に転写されてそこで自動運転できるようになってくる、うん、脳の仕組みが無意識に拡張されてる部分っていうのはあるのかなと思ってて、うんね、感覚器を例えば触覚なんかを利用して何かをコントロールするとかっていうのも全然あるし、うんうんまあ、逆に触覚を通じて何かのインプットをするみたいなこともあるのかなっていう、うんね、とにかくさっきの話のコアは何かというと、うん、AI と人間の区別というか、 AI 純粋 100% オーガニックなのかそうじゃないのかみたいな、うん、そんな感じの議論になると思うんですよ、うん、だけどお前らメガネもしてるし整形もしてるし服着てるしみたいな、すでに人間ってもういろいろチートしてんだけど移動に車とか飛行機使ってんじゃんとか、うん、でそういう風なこと考えたら別に AI 成分が混じってたからといって、うん、何が悪いんだいっていう。だから逆にその頭悪い人たちにとってはすごい福音になるんじゃないかなと思います。アップルも次の iPhone で生成 AI をこう搭載しようっていう動きもあると思うんですけど、2つフェーズがあって、はい、生成 AI って学習フェーズと推論フェーズであって、うんまあ、学習って今の NVIDIA の GPU とかを大量に使ってたくさんのパラメータを処理させるみたいなことをやっていて、でそれをオープンにするかクローズドでやるのかみたいな、大きく分けるとそういう戦いがあって、でオープンなものはさらにそこにカスタマイズを施して、うん、AI のアドオンみたいなものをさらに学習させて使えますよと。アップルってある意味エッジコンピューティング的なところがあるので、そこの推論フェーズに特化したそういうベンチャーも出てきてるんですよね。そういうベンチャーが作った専用のチップ、うん、NPU みたいなものをみんな作っていく、うん、そういうのを、まあ、アップルとかも作って搭載するのか、うんまあ、どうなるのか。アップルとオープン AI が組んだら世界に結構大きな影響が出たりするものですかね。まずオープン AI
AI って基本的にマイクロソフトと、ねですよね、はい、仲がいいはずなんで、あれどういうことなのみたいな。マイクロソフトオープン AI 連合が AI のソフトウェア部分を Apple に対してライセンスするみたいな感じ、ビジネス的にはそうなるんじゃない。逆に Google なんかは検索も含めてそこから外されるかもみたいな、それぞれの思惑が面白いですよ ね、 そう。でもどちらにしてもかなり知能の中央値ぐらいは超えてんじゃねえかって話もあるんで、みんななんか頭のいい人たちだけで議論してるとまだちょっと足りないよねあいつらって言ってんだけど、頭悪い人たちいっぱいいるんで、その人たちと人工知能を今のね AI を対話させたら普通に対話できると思いますけどね。人間と区別つかないと思うんだよね。僕たち意味のある会話をしてるように見えてほとんどの時間意味のある会話してないですからね。確かに創造性とは何かとか言ってね、別にそんなみんな創造的なこともしてない。大体どっかで見聞きしたことを忘れちゃってて、それをたまたま思い出して喋ってるだけなんです、ほとんどの場合。じゃあもう AI と何も変わんないって。だから生成 AI っていうのは穴埋め問題を解かせてるみたいな感じなんですけど、チャットにしたのがオープン AI の発明で、チャットにしたらちゃんと人間みたいにレス返すじゃん、こいつらっていう。でもそれの逆は結局なんていうか、言葉にしてチャットにしないと多くの人は使えなかったっていう、人にとってキーボードとかいろいろあるけど、言葉での会話っていうのが一番やりやすいんですよね。一番最初のキラーアプリケーションですよ。だからインターネットにとっても電子メールみたいなもんかもしれないです、チャットは。 GPT-4o にしたのはより自然な自然言語での対話、言葉での対話っていうものの方がより親和性が高いというか、だからこれが人間と同じぐらいのレスポンススピードで喋るようになるとかなりそれに近くなります、レポート書くの私結構使っててこうレポートをこう読み込ませたりするじゃないですか。授業資料とかを読み込ませて、私はこういうレポートを書きたいです、アジェンダを作ってくださいって言ってアジェンダだけ作らせて、レポートは自分で書いてます。もう区別つかなくなるってなると、もうレポートとか書かせちゃっても教授側にバレないってことなんですか。バレないかもしれないし、先生の側は大変ですよね。それを OK にするのか、それはなんとか見破って点数低くしようとするのかとか、見破る技術とかってどれぐらい使われてるんですか。あるんですけど結局いたちごっこになるから、それをやることに意味があるのかっていう、だから結局どういうふうに教育を施していくのかっていう、だけの話なんだと思うんですよ、レポートを書くことにどれだけ意味があるのかみたいな話もあるし、何のためにレポート書いてるんですかっていう、要は自分の研究成果を分かりやすく人に伝えるために作ってるんであれば、それは AI が作ろうが自分で作ろうがあんまり関係ないのかなっていう。だから今みんなパソコンで文字書いてると思いますけど、昔は鉛筆で書いてたわけだから、今鉛筆で書けなんて、まあ大学レベルになれば、まあ高校とか中学とか鉛筆で書けって言ってるのかもしれないですけど、昔僕ソロバン使わされてましたけど、僕らの世代まだソロバンが残ってて、小学校で自費でソロバン買って行かなきゃいけない。ソロバン、僕らの頃は指を動かしたら頭が良くなるとか言われてたんだから、いい加減な話だよね。本当意味ねえなと。計算機あったんだから、卓上計算機は当時からあったし、そんな別に高いものでもなかったのにソロバンをやらせるって、まあ、みたいな話で一緒ですよ。だからレポートを書くっていうのも多分人工知能にやらせて何が悪いんだって話。